い、こんにちは。自営業専門税理士川見奈美です。本日の動画はインボイス制度にしっかりと対策できるように軽減措置について学んでいきましょう。前回の動画はですね、2割特例について紹介したんですけども、今回の動画はですね、少額特例についてピックアップして動画で解説をしていきます。インボイス制度もうすぐスタートしますので、しっかりと事前に押さえて予習をしておきましょう。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。本日の動画の内容など詳しいものはすべて概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひ概要欄の方もチェックの方よろしくお願いします。それでは早速本日の動画内容、インボイス制度の特例措置、少額特例について解説していきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは本日の内容、インボイス制度の少額特例について動画で解説をしていきます。本日の内容になります。負担軽減措置ということで、少額特例をピックアップして紹介していきたいと思います。前回の動画では2割特例について解説をしておりますので、そちらの方を知りたいという方は前の動画遡ってみてください。まず少額特例の対象者について解説をします。そして適用できる期間について、判定基準について例え例を紹介いたします。そしてプラスアルファ少額返還についても免除についても紹介しますので、動画最後の方までご覧になってください。そしてまとめについてではですね、負担軽減措置以外にちょっとプラスアルファこういうのもありますよっていうのも紹介する予定ですので、ぜひ動画最後まで見てみてください。はい、それでは負担軽減措置について解説していきます。まずインボイス制度というのはですね、令和5年の10月の1日からスタート予定です。そしてこのインボイス制度、令和5年の10月の1日からスタートするんですけども、実は負担軽減措置として令和5年に税制改正が入っております。この負担軽減措置というのはですね、インボイス制度スタートするんだけどちょっと対応するのにも負担も大変だろうから軽減をしますよっていうものになります。ではどういったものが負担軽減措置として取り上げられているかと言いますと、2割特例というものと、今回動画で解説する少額措置というものですね。そして返還インボイスの少額の免除について、そして最後手続きの柔軟化ということで、このような負担措置大きく分けると4つのポイントで改正が入っております。先ほど言いましたように2割特例の軽減措置については前の動画で紹介をしておりますので、そちらの動画ぜひチェックの方してみてください。では次のスライドからこの負担軽減措置というものがどういったものかについて解説をしていきます。はい、こちらですね。まず少額特例とはどういう特例かと言いますと、少額要は税込み1万円未満の課税仕入れをした場合はですね、インボイスの保存がなくても OK ですよということになります。これ特例の名前の通りですね、少額の場合だけ OK ということですね。このインボイスの保存がなくてもいいよというのはどういうことかと言いますと、インボイスっていうのは正式名称適格請求書って言うんですけど、今回インボイス制度がスタートすることによって適格な請求書、領収書、納品書を出さないといけないっていうことにルールが変更になるんですけども、この大きな変更点がですね、13桁の登録番号を記載するというルールなんですね。しかし全部の取引をね、全て揃えようというとなかなか厳しいよねということで、今回少額税込み1万円未満のものはインボイス適格な請求書のルールにのっとったものがなくてもですね、今まで通り帳簿の保存のみで仕入れ税額控除が可能ですよというルールです。この仕入れ税額控除がわからないという方はですね、仕入れ税額控除のみを解説した動画ありますので、ぜひそちらの方を見てください。ではこの少額特例税込み1万円未満はセーフですよというのはいつまで適用されるのか見ていきます。はい、適用期間です。こちら適用期間はですね、令和5年の10月の1日から令和8年の9月の30日までとなっております。ずっとこの少額特例が続くわけではない予定ですので、お気をつけください。そしてこの間の課税仕入れのみが対象になります。これ以外の期間の場合はですね、いくら税込み1万円未満でもですね NG となりますので、この適用期間があるということをお気をつけください。これもしかしたら延長になる可能性もゼロではないんですけど、今現段階ではですね、まだインボイス制度自体も始まってませんし、まだ先の話になりますので、またその時情報が入ったら動画にできたらなというふうに思います。適用期間期限があるよっていうのを頭に入れておけば OK だと思います。
。では次のスライドでこの少額特例の対象者はどういった方が使えるのかについて解説をします。はい、少額特例の対象者になります。基準期間の課税売上高が1億円以下か、または特定期間の売上高が5000万円以下の方が少額特例を使える対象者となります。この動画を見ている方はですね、自営業、フリーランス、また中小企業の社長さんなどが多いと思いますので、ほとんどの方が該当するんじゃないかなというふうに考えておりますけども、もしこの売上高をね外れているって方は少額特例の対象者とはなりません。対象外となりますので注意してください。では皆さん、ここのね解説を聞いて、基準期間って何だろうって思う方多いと思うので簡単に紹介をします。基準期間というのはどういうことか、いつの期間のことかを言いますと、個人事業主の場合は前々年が基準期間となります。ですので前々年が1億円以下なら OK ってことですね。じゃあ次にこのまたはのところで、特定期間の売上っていうのはいつのことなのかと言いますと、特定期間というのはですね、個人事業主の場合は前年の1月から6月までの期間が5000万円以下でしたら、今回のこの少額特例の対象になりますよっていうことになります。こちら対象者がまたはとなっているので、どちらかが該当すれば OK っていうことになりますね。基本的にはこちらの基準期間、こちらの判断基準で判断される方が多いのではないかと予想がされます。では次にこの判定基準について例を挙げます。一体どういったものが少額対象となりならないのか、ちょっとサンプルを紹介しますね。はい、判定基準についてです。この判定基準なんですけど、税込みで1万円未満ですのでお気をつけください。ここ税抜きではありません。税込みで1万未満、これ基本のルールになります。では例えばですね、9000円と8000円の商品を同時購入したと、この場合はどうなるんですか、対象になるんですか。さあ皆さんどうでしょう、ちょっと考えてみてください。税込みで1万円未満なので、こちらの商品パッと見該当するんじゃないかと思いがちなんですけど、答えはこちらになります。1商品ごとの金額で判定をするわけではないということですね。今回の例ですと2つの商品を同時購入してますので、合計金額で考えてくださいということが答えになります。ですので1回の取引で合計額が税込みで1万円未満の場合は、この少額特例に該当するっていうふうに覚えておいてください。商品を複数購入した場合は NG となります。ではもう一つの例いきます。これちょっとね理屈っぽいなと思ったんですけど、 Q&A にあったので紹介をしたいと思います。月額20万円の外注費をうちは出してると、1日で日割りしていったら1万円未満になるんですといった場合は、この少額特例使えるのかどうか、さあ皆さんどうでしょう。こちらはこれおそらく皆さんの予想している通りですね、月単位の取引ですよねっていうことが答えになります。どういったことかと言いますと、月で外注費お願いしているはずですよね。そういった場合は月単位の取引なので日割りするという考えは使えないよっていうことです。こちらのケース少額特例は対象外となりますので、しっかり押さえておきましょう。では最後の説明ポイント、少額の返還について解説をしていきます。はい、少額の返還についてです。こちら税込み1万円未満の返品や値引きなどが発生した場合には、この返還インボイスというものを、返還インボイスと言っててもですね、領収書や請求書や納品書のことなんですけど、そちらの交付義務を免除しますよというものになります。こちら対象者はですね、先ほどようにね売上がいくらというものはありません。全ての方が適用対象となります。そして期間についてです。先ほどのものは期間があったんですけど、この少額の返還については期限がないということになっておりますので、皆さんここしっかりと押さえておきましょう。期限はなしです。よくある例としてですね、売り手が負担する振込手数料を品目から振り込みされる場合って皆さん結構ないでしょうか。要は銀行の振込手数料を引いて売上の入金があるというケースですね。例えば550円の手数料かかってた、880円の振込手数料がかかった場合にですね、売上のね金額から差し引いて振り込まれるっていうケースある方がね多々いらっしゃると思います。その方の例でお話をします。今回この図が分かりやすいので財務省の方から引っ張ってきました。この少額特例を使わないとですね、この振込手数料についても返還インボイスが必要だということでちょっと問題になってたんですね。一回一回このように処理をするのはさすがに負担だよねということで、今回この軽減措置が設けられました。ですので手数料をね引いて支払った場合もですね、その手数料分のインボイス、要は返還インボイスというもの、また請求書やね領収書を手数料分ですというふうに記載をねまた改めてして相手取引先に
送らなくてもいいですよということです。ただし注意してくださいね。税込み1万円未満の返品値引きの場合が交付義務がないっていうことですので、こちらに該当しないものはですね、やはり返品値引きが出た場合にはきちんと対応して正式な適格請求書、要はルールを満たした返還値引きのまた領収書や請求書を相手先に送らなければいけないということになりますので、違いをしっかりと押さえておきましょう。こういったようにいろいろな軽減措置がね、今考えられて改正入っておりますので、しっかりと押さえておきましょう。はい、ではまとめです。インボイスの軽減措置には前回紹介した大きく2割特例という軽減措置と、今回の動画で紹介した少額特例と返還インボイスの義務免除の軽減措置があるということ。そしてここからプラス情報になるんですけど、インボイス関連のもので措置されているものがありますので、ざっと紹介をします。例えば持続化補助金の場合なんですけど、インボイス制度関連のものになりますと、上限額を50万円プラス加算されるというような措置が決まっております。また IT 導入補助金の場合、下限額の撤廃がされております。要はインボイス制度に対して何かしら IT 導入をする場合にですね、どんな安いものでも対象になるように下限額の撤廃がされております。またですね、少し違った話になるんですけど、こちらはねもう他の動画でも他のね先生方もたくさんねもう情報公開してますけど、仕入れ税額控除自体は3年間 80% 控除が可能で、またその後の3年間は 50% することができるというルールがあります。今回のケースはですね、今回紹介した少額特例とはまた別のものになりますので、ここごっちゃにしないようにしてください。少額特例はですね、先ほどから言っているように税込み1万円未満のものは仕入れ税額控除できますよっていうものになります。こちらの仕入れ税額控除というのは3年間 80% というのは金額に変わらずできるというものになりますので、また別個になりますので、ここはしっかりと分けて考えておきましょう。さあ、以上のようにですね、インボイス制度は非常に情報と知識というのが大事になってきます。皆さんしっかりと知識を備えてですね、インボイス制度がスタートする前にある程度情報を得て対応できるようにしておくということがね、スタートして慌てない秘訣になります。またこういった情報、自営業フリーランス向けに投稿していきますので、チャンネル登録してぜひお待ちください。はい、私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しております。メリットが3つあります。1つ目のメリットが、オンライン上で質問や相談をすることができるということです。税理士をオンライン上に雇うということで、 Facebook の非公開グループで運営をしております。2つ目のメリット、2ヶ月に1回程度サロンズームを開催しております。こちら私にズーム上で直接相談質問することもできますし、加入しているメンバー同士異業種交流ができるということで、非常に情報交換がね役に立つということで好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しています。経理や税金の新しい情報、ビジネスに関する情報、また SNS の裏側などなど、オンラインサロンのみに挙げているものばかりになりますので、ぜひオンラインサロン検討してみてください。参加入会お待ちしております。詳しくは概要欄の URL から飛べるようになっております。はい、そして YouTube のチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。もうすぐ YouTube チャンネルの登録者数が16万人になろうとしております。ぜひまだの方はチャンネル登録お願いします。またコメントやいいねいただけると非常に励みになりますので、感想コメントなどなどどんどんよろしくお願いします。また私はビジネス書を2冊出版しております。インボイス制度30分でスパッとわかる Q&A ブック出しております。またこちらはですね、フリーランスのバイブル本ということで、経理税金確定申告節税必要な項目をギュッと1冊に詰めた内容になっております。どちらも Amazon または楽天ブックス Kindle 版も両方ともありますのでよろしくお願いします。また私はですね、各 SNS この他 YouTube 以外もいろいろとやっております。 Instagram、Twitter、TikTok、Voicy とやっておりますので、ぜひ他の SNS もフォローしてみてください。また YouTube とは違った情報を投稿していってますので、フォローしていただけると嬉しいです。はい、それでは本日の動画以上になります。いつも最後まで見てくださっている方ありがとうございます。これからインボイス制度っていうね、ちょっとね難しいややこしい制度スタートしますので、しっかりと情報を得て、賢い自営業フリーランス、またですね取引先からきちんとこの方は対応できてるな、理解してるなということで、他のライバルや同業者と差別化できるというものでもありますので、しっかりと学んで対策できるようにしておきましょう。それでは本日の動画以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。